え本日、境目のスパチャです。旦那に浮気されたことがあるのですが、そのせいか仕事を含め外出させて浮気をしてるのでと疑ってしまいます。男性の行動や仕草で浮気をしてるとわかることはありますかえっと、LINE を見せない。<laughs> そう、まあ、LINE だったりメッセンジャーだったり、あの、連絡手段を見せないっていうのを徹底してる人は浮気してる可能性があります。別に僕見られてもいいので、あの、見たいんだったらどうぞってなりますけど。 要はその、あの、絶対見られちゃまずいものっていうのがある時点でおかしいんですよ。あの、そう、会社のやりとりとかで、その、なんか、あの、インサイダー情報になるからこれはミスらないよみたいなのもあるんで、それは別にあの見,る見たいって言ったら、あ、これはその仕事上のやつがせられないよっていうのはあるんですけど、でも基本的には僕見られても何も困んないので、はい。なので、その、あの、LINE とかメッセンジャーとか見せてって言って、あの、聞くといいんじゃないかなと思います。はい。 先ほど浮気の件を質問したものです。前回浮気が発覚したのは LINE でした。それ以外の行動で浮気を疑った方がいい行動はありますか、えっと、クレジットカードの,あの利用履歴って本人のふりしで請求すると結構もらえたりするんですよね。なのであのクレジットカード会社の方にあの男の人っぽく見える声で電話してあの「利用履歴の履歴書を送ってください」「ちょっとなくしちゃったんで再送してください」って言うと出てくるのでそこであのどこでどういう金使ったかっていうのを調べるといいんじゃないかなと思います。 高校2年生です彼女の浮気を調べる方えっとあの調べたければそのアプリ入れるなりパスワード抜くだりやることありますけどあのなんか、うん、その調べた結果の人間関係があまり長く続かないと思うんですよね。要はその浮気をしてると思ったからあなたの携帯の暗証番号を抜いて。 調べましたっていうのが分かっちゃった時に多分人間関係が続かなくなっちゃうと思うんですよねなのでその彼女と一緒に付き合っていきたいのであれば浮気を調べる方法を知るんじゃなくて浮気をしたくないとか浮気をする必要がない状況に持っていくっていう方で頑張った方がまあここ2年生で人生これからも長いのでその自分を裏切るようなことをしない方がいいしたくないと相手が思えるような 人間になった方がいいんじゃないでしょうか。